西口直人は、大阪府八尾市出身のプロ野球選手。右藤右内。東北楽天ゴールデンイーグルス所属。小学2年生から野球をはじめ、八尾市の競合少年野球チームである、八尾ドラゴンズに所属。4年時から投手に転校。中学時代は、ヤングリーグ、八尾柏ツインズで野球をする。 山本高等学校時代は3年時の夏の大阪府大会では大会前に右手中指爪を痛めた影響で13審を奪うもに被弾など11安打7失点と打ち込まれ初戦敗退高校卒業後は高学健高医療専門学校に進学し社会人野球チームとして活動している公式野球部に入部した2016年10月20日に行われた プロ野球ドラフト会議にて東北楽天ゴールデンイーグルスから従順目で指名され、契約金2500万円、年俸600万円で契約した。背番号は62。プロ入り後は股関節の硬さもあって故障が多く、ルーキーイヤーの2017年は2軍で5試合の登板、2018年も2軍で7試合の登板にとどまったが、同年9月30日のオリックスバーファローズ戦で、 プロ初登板初先発。7回までにアンダ無失点と完封ペースでアウトを重ねたが、8回西三塁からそういう間に、同点二ランを打たれマウンドを降りた。7回に、3王に失点と高騰したもののプロ初勝利を手にすることはできなかった。2019年も故障に悩まされて1軍登板は、なく、2軍でも3試合の登板にとどまった。 2020年も一軍登板はなかった。2軍では14試合に先発し、3勝2敗、防御率3.72の成績を残した。11月7日に福岡ソフトバンクホークスとの間で行われたファーム日本選手権にも先発し、6回3失点の高頭で勝利投手になった。2021年は4月3日に中継ぎとして3年ぶりに一軍昇格を果たし、 ロングリリーフやビハインドの場面で起用された。6月26日のソフトバンク戦で、先発の高田光一が、初回に1点を失い、なおも2試3塁の場面で、正子雄ユスケに、頭部支給を与え、危険級退場となり緊急投板。4回1、3を投げて1失点と高騰すると、味方の援護もあり、プロ初勝利を挙げた。その後も与えられた場面で結果を残し、首脳陣からの、 信頼を得ると、守護神、松井勇気の離脱もあって、僅差の試合終盤を任されるようになり、9月23日の埼玉西部ライオンズ戦でプロ初ホールドを記録した。ストレートは、初速と終速の差が少なく浮き上がるように感じ、アマチュア時代では、最速時速1 4 9トルプロ入り後は、最速時速1 5 2トルを計測している。変化球は、 チェンジアップ、カーブ、カットボールなどを操る。ありがとうございます。